新種ブライガイと演目自体劇場で見られなくて劇シネで初めて。いらっしゃる。最後がですね、やめて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 ネタバレ楽しいですよ、はいはい、そして劇シネを初めて見るという方は劇シネ本日デビューですっていう方は、すごい素晴らしい劇シネデビュー、ありがとうございます。ありがとうありがとういつもこんな感じなんですか。そうなんです、ね、ええお二人がね仲がいいというのは皆さんよくご存知のことかと思いますけれども、一族の、ま、を演じています。そのローランというのは、ま、殺し屋の一族で、ま、代々殺し屋として生きているんですけど、あのもうなんかやめてそういうのちょっとあの乗ってきちゃう、カメラいて緊張してんだから。あ、ごめんごめんクールにするって言ってたもんね、さっきねマスコミ入ってからクールにするから俺っつってたもんねバレたいきなりバレたいや、この試写も一緒に見ましたし、はい、一緒に見てるんだ一緒に見た、はい、一緒に見たね、ね、一緒な隣になって、もうこの劇場の誰もいない劇場で、ね、二人きりで二人隣同士で見ました、うん、ね、先にね入ってたらしくて、こんな劇場だよって写真まで送ってきてどんだけ楽しみにしてんだって。で入った瞬間に、え、マモちゃんどこ座るって言って、ここがセンターだよって全部説明してくれなんかどこがそんなに信頼というか、どこどこがってどういうことですか。違うんですよ、ね、これのどこがみたいな。違います言い方気をつけてください。魅力は重々分かってるんですけど、うん、なんでそんなに心を許せる空気が二人の間に生まれてるのかっていうのを知りたい。あ、そういうことですね。まあ、本当にさっきもあの言ってましたけど、そのお互いリスペクトできる、畑が違うからこそリスペクトできるっていうところと、まあ、なんだろう、僕がボケることに対してやっぱ全部突っ込んでくれる優しさ、包容力みたいなところかな、やっぱり。そうですね。でもそれがたまにあの大丈夫かなって思うんです、僕も、うん、ふざけすぎて、うん、ももちゃん僕のこと重いって思わないかなって重いいや、でもこうやって本当にあの皆さんが普段見れない福士蒼汰が僕のおかげで皆さん見れてるんじゃないありがとうございますすごいですよ、福士さんファンから拝まれてますから拝まれてます、ね、今日福士さんのファンの方、いやいですね、宮野さんのファンの方は、ありがとうございます、素晴らしい、はい、お二人のバディが好きっていう、これで上がんなかったらことですけどねああよかったよかった。もう常に毎日ここはこうなんじゃないかなって、ここはこうなんじゃないかって話し合える中ってなかなかないと思うんですけど、そうやって一緒に作っていきましたこの作品は、はい、福士さんはどうですか完全に同意だったよね今ねじゃあスイッチ押しちゃったんだよお前が、ここのあれマイクがじゃないんだよこんな福士蒼汰見れないですよねあれマイクがじゃない5、4、3小芝居2、1ありがとうございました、全国の劇場にご覧の方ありがとうございましたですね、宮野さん側の方から、目線お願いします長野くん、総賀くん、最強バディイラストの各オリジナルステッカーがプレゼントされるということですので、何ですか、何か言いましたか、後で行こうね的な感じですか、はい、どうもありがとうございました